はは。い、チチキキンンのです。こんばんば2022年2月27日の日曜日の動画日記となります、えー、東京は3日連続で本当にいい天気に恵まれました最高に気持ちが特にね、えー、今日は、えー、あのー、本当にぽかぽかしていてですね本当に春がね、えー、もうすぐやってくるというか今日だけは本当にまだもう一日ね春だったなっていう感じの気持ちのいい一日でした夜はちょっとさすがにねえー、っと寒くなってきました ですけども本当に昼間は本当にねいい天気であったかくてよかった最高でした、はいでえっと、今日は午前中はあのいつも通り、えー、同じいつも通りのカフェで、えー、朝、ね、8時10分ぐらいから、えー、っと作業ね、えー、お昼までしました、はいえー、作業内容はまあ、えー、今日は、えー、っとどちらかというとブログが中心でして、えー、っとブルーロックっていう、ね、サッカー漫画の サバイバルサッカー漫画があるんですけども、今年アニメ化します。はい、そちらの、ね、名言とセリフまとめキャラクターごとのやつをあのこの前の、ね、一気に、ね、13キャラぐらいドバって出したんですけども、それの、えー、なんだろうな、その中から、えーとなんだろう、たくさんの名言の中から、えー、特に、ね、厳選して、えー、印象的なものを厳選して、えー、とまとめた記事を、ね、1個ブログの方で、えー、今日は出しました。はいえーまあこ からはですね、えっと、残りね、ブルーピリオドっていう美術系の漫画もまだその,その類をの、記事を出してないので、これからやろうかなという感じと、あとはね、TSUTAYA、えっと、でレンタルしてきた地獄楽っていうね、えー、これもアニメ化今作ってます、アニメ作ってます、はい。えっ、ー、と、あと,、えー、と、クーロン・ジェネリック・ロマンス、これちょっと恋愛漫画なんですけども、こちらの方もね、今日ちょっとだけ借り、えー、てきた、津谷で借りてきた3巻の 名言セリフだけ調でちょっとね3月2日ぐらいにねまた漫画レンタル返さなきゃいけないのでそちらをね返す前に地獄楽の1巻から6巻の、えー、とキャラクターごとの名言の調査ですねいいなと思ったところをメモするっていうことをねやらなきゃいけないかなと思いますはいであとはね返したらまだ、あ、に地獄楽がね残り7から11ぐらいまであるのでそれを借りてあとは クーロンジェネリックロマンスを4、えー、からねえっ、ー、と今出てるとこまで借りようかなと思ってますそんな感じでマンガレンタルは、えー、そのような予定ですはい、えー、であーそうですね今日はあのー、カフェでえっ、ー、と店員さんにね借りていた えっとミステリーという中で、えー、567巻かな、えー、借りてたので、えー、っと貸してもらった袋に入れて返しましたまあ同時に合わせて、えー、っと僕の方から貸しているブルーロックと、えー、推しの子2冊ずつねまた続きをね貸しましたはいそんな感じでまた今日もなんか漫画貸し合うことができてよかったですはいで午前中終わった後はちょっとねなんかね あのー、パソコンをでっかくね16インチのパソコンにしてからですね目が疲れやすい、えーえー、目が疲れやすくなりまして結構今日ちょっとなんか午前中からずっと結構目が痛くて痛むなーっていう感じであーなんかやっぱりちょっと作業にこう支障が出るというかぐらい結構ちょっと頭頭が痛いっていうか,なんか目が痛くてその痛みがこう頭にちょっと来てるみたいな感じでちょっと体調がね良くないなっていう感じでした。はい えー、なのでちょっと昼寝も,、ね、昼寝も長めにとってあとはその友達から教えてもらったその、えー、と目を温めるんじゃなくて目を冷やす筋肉を冷やすことで、えー、と緩和するっていうかリラックスできるよって言われたのでそれを、ねえー、何回か、えー、と試してやったりとかして、えー、なんとか、ねまあえー、出歩けるぐらいの感じじはなって。 あのー、川崎の方に今日は行ってきました。はいえー、これは、ね、本当に大学のサークルで1年生から、ね、ずっと,、えー、っと一緒に、ね、サークル活動してきた、えー、一番、ねえーまあ、大学の中で、えー、大学で知り合った、えー、友達の中で一番本当に僕のことを、えー、理解しているというか、えー、見ていたというか、えー、親友と呼ばれる、えー、友達ですね。はい、で彼に、あのー、会ってきました。で彼が、ね、本当は前は前 あのー、武蔵小杉ら辺かなに住んでたんですけども、えー、と川崎にねこの前引っ越して、えー、ということで遊びに行ってきましたはい、えー、今日はまあでもあのちょっとね本当は、えー、と7時ぐらいに、えー、と川崎駅とかで待ち合わせする予定だったんですけども、あのー、僕の方がちょっと、まあ、体調悪いのが、えー、昼分かってたので、えー、とこれでね、えー、と本当は午後 えっとギリギリの、まあ、5時ぐらいまで、えー、っと自分の最寄りでカフェで、えー、普通に作業してそこから、えー、っと7時間に合うように、えー、川電車に乗って川崎に行こうと思ってたんですけども、えー、この体その体調ちょっと調子悪かったので、あのー、多分ね午後。 えっとギリギリまで作業してたらですね多分体が持たないというか、えー、友達と会う前にもうんか倒れてしまうと思ったので、えー、切り替えてですね作戦を切り替えて予定を切り替えて、えー、早めにもう午後1、えー、番で、ねえー、家出たら早速川崎に向かいましたはいで、えー、っと川崎に着いたのがまあ4時とかかな4時、まあ、5時ぐらい4時半ぐらい、えー、着いたのでそこから えっとね、待ち合わせの時間を7時から6時ぐらいに早めて、えー、その、ね、間あとあのついてから、ね、1時間半ぐらいあったんですけどもいろいろ僕は、まあ、ちょっと、ね、目が痛かったのでやっぱり、えー、っとパソコン作業するのはちょっと無理だなと カフェにね川崎いっぱいあるんですけどもスタバとかドトールとかいっぱいあるんですけどもちょっと諦めやめて、えー、今日はやめようと思って午後は何も作業しないようにしようと思って目を休めようということで、えー、散歩することにしましたはいで散歩はですね本当に、えー、友達の、えー、家最後ね終着点は友達の家にしたんですけども あのもう一周ですねもうぐるっともう川崎駅周辺をぐるっと本当に歩きました本当にだからもう1時間ぐらい多分ずっとね、えー、ブラブラ歩いてたんじゃないかなと思います本当に大体ね把握したと思います川崎の,その地形というかなんかなんていうかねそういう感じの、はいえー、だから本当にんだろう最初は駅出て JR 川崎タワーっていう感じの名前のとこでトイレして。 えー、そこはねなんとねさ,あのさっき話した友達が、えー、働いてる会社のなんかオフィスが、えー、っとリモートワーク用のオフィスみたいなのがあるらしくてですね、えー、素晴らしいなと思って、はいでえー、っとそこでトイレしてそこからまあ、えー、なんか調べたら、まあ、川崎競馬場とか。 えー、があるののでそっちのホームに、えー、テクテク結構歩いてですね結構歩いて、えー、向かって、えっと、手前まで行ってまた別の道に行って今度は富士通川崎富士通スタジアムみたいな、えー、とこに、えー、目の前まで行って、まあ、中にはなんかその入れなかったので、えー、とりあえず、ね、外観だけ見てああこんなのがあるんだということで見てその後はうんとはそ,、ねまあ、その後友達の。 えー、マンションがあるところに、えー、行ってあこんな感じのとこなんだなと思って、えー、見てでそこからまた、えー、っと友達がまだね起きてなか起きてというか準備できてなかったんで、えー、ちょっとテクテク歩いて、えー、なんかねさらになんかその急に、えー、っとヨーロッパみたいなね、えー、フランスとかねパリとかそんな感じの雰囲気に、ねえー、なるゾーンが、えー、川崎にありまして急におしゃれになって。 えー、びっくりしましまたけども本当になんかディズニーランドとかの雰囲気に近いかな、ディズニーシーとかの雰囲気に近いかな、そういう感じの,あのゾーンが、ね、ありまして、なんかカップルが結構多くてですね、えー、びっくりしたんですけども、あのー、そこでね、ブラブラしたりとか、翼を、えーねあのー壁,にね、壁に翼が、ね、描かれている、えー、アートとかがあったりとか、いろいろね、あの面白いもの、えー、初めて見るものがいっぱいですごく楽しかったです。はい、でその後、あのー、友達と えー、準備が終わった友達と合流して、えー、っと、川崎のね、えー、っと、町中の、えー、商店街の中の、えー、チェーン店ね、えー、に、えー、あ商店街の中じゃないか、まあでも、そこら辺のえー、っのチェーン店に行ってきました。はい。えー、っと、その後のチェーン店は本当に、神田屋っていう名前かな、はい、えー。大衆スタンド神田屋みたいな、そんな感じの名前でしたけども、えー、非常にね、えー、よかったです。はい。 ダッチバネルじゃなかったのはちょっとめんどくさかったんですけどもあのなんだろうなうーんとーんもう取り貴族的な感じで一個一個がねおつまみ、えー、がっつりメインの食べ物はなくてですね基本おつまみ、えー、焼き鳥とか、えー、なんだろうなあのナムルとか、えー、そういう系のあとなんだろう餃子とかそういう感じでもうつまむ系のやつがとにかくいっぱい用意されてしかもそれがね一つ一つ安いと。 ということでお酒もね安くてですね僕たちはあのビールとハイボールかなえばっかり飲んでましたけどもはいでそこであのみっちり何かえー何時間ぐらい話したかな2時間ぐらいえ2時間半ぐらい,えっと熱い熱く語り合ってですね仕事のことだったりとか仕事に対する考え方だったりとかえっと前会った時はね数ヶ月前だったんでえ数ヶ月前に比べてどうだったとかえそういう感じで引っ越してみてどうだったとかねそういう話をいろいろしたんですけども いい友達を持ったなというか、えー、なんか同じ、えー、感じで価値観でというか、えーとまあ、議論という呼べ,るもの呼べるものでもないんですけども本当になんか、えー、自分の思っていることを、えー、ぶつけ合うというか言い合って、えー、そうだよねっていう感じで、えー、共感し合える、えー、関係っていうのは本当に素晴らしいなと、えー、なかなかそういう友達ができるのは,、ねえー、ことはあのそんなポンポンできるわけではないので 本当にいい友達を持ったなと思って今日ね、えー、自分でも喋ってて、えー、友達の話も聞いてて本当にそう思って良、えー、かったですはい川崎行って良かったなと思いましたはいで川崎のねえっ、ー、とびっくりした点は、えー、まず、まあ、川崎でも本当に今、えー、マンボウが出ていてですねえっ、ー、と9時までかな本当にラストーダーが8時半でえっ、ーえー、と なんだ閉店が9時っていうね店が本当にどこも、えー、多くてですね全然結構、あのー、1, 軒1軒目を出て2軒目入ろうと思ったんですけども1軒目出たのがね8時半過ぎぐらいでちょうどねはい。 あのーまあ、2時とかそういう、ね、遅くまでやってるとかは、ね、長くてですね探しても川崎でもないのかって僕の最寄りでは2軒ぐらい1軒2時までやってるとかあったので、まあ、あるだろうと思って探したんですけどなかなかなくてですね、えー、あったのは本当にあると思ったのは本当にキャッチのお兄さんたちがもうしつこく、えー、言ってくる誘ってくるお店だったんですけどそこはね多分割り増しというか、えー、高くなっちゃうのでかん、えー、考えないようにして。 で結局ね、あの、まあ、あじゃあラーメン食って、家系ラーメン食って帰るかっていう感じの流れになったんですけども、あの、家系ラーメン屋さんもね、なんとね、8時半でト、えー、ラストオーダーで、えー、9時でもう閉まっちゃうっていう感じだったんで、えー、もうね、諦めてもう家系めっちゃ食いたかったんですね、家系が本当に食いたくて食いたくて、しょうがない感じの、 えー、腹になってたんですけども諦めて結局なんか、えー、適当に空いてる、えー、中華屋さんに入りまして、えー、豚骨ラーメンを頼みました2人ともはい豚骨ラーメンで、ね、本当にまあ無難だからいいかなと思ったんですけども、えー、全然ね味がしなくてですね薄くて、えーまあ、それもそれで今回ね思い出になったんですけども、えー、タンメンをね頼むべきだったなと。 えー、本当はタンメンを食べたかったんですけども僕のなんか目がちょっと疲れてたのがタンタンメンに見えて、えー、タンタンメンはちょっと前食べたばっか中目黒で食べたばっかりだってやめようと思って、えー、タンメンやめたんですけどタンメンね食べてる学生さんがねすごく美味しそうで、えー、それにしとればよかったなとちょっと思いましたけどもはい、まあ、そんな感じで川崎ね本当に素晴らしかったです本当に道がね広くてしかも道のねえー、っとんだろうな えー、23割ぐらいを、えー、自転車専用のね、えー、通路っていうのをねもう色で分けて、えー、作っているのも素晴らしいなと思ったし道が広くて本当に歩きやすかったし、えー、そう店がねとにかく多い僕のおになんかに比べたら本当にね多くてチェーン店も揃ってたし、えー、本当にいろいろありました何でも映画館もね3つぐらいあるらしいですね川崎はい、えー、そんな感じでもう何する生活するにも何もこれも困らない、えー、街なんだなと今日初めて 探索してみて川崎素晴らしいなと思いましたはい住みよい町なんじゃないかなと思いましたねはいということで今日はね当にあに大学の一番仲良かった友達と久しぶりに会ってお互いの緊急報告をしてそしてすごくなんか熱い話というかお互いに共感し合える話をできていい友達を持ったなとしみじみしみじみというか思った 一日でした。はい。そしてまあ東京本当に、えー、春のような本当に春のようなポカポカした、えー、一日で最高に気持ち良かったです。そんとこんな毎日がね、えー、こんないい天気の毎日が続けば、えー、これからも続けばいいなと願って今日はあのー、2022年の2月27日の動画にとさせていただこうと思います。はいそんな感じで、えー、今日はありがとうございました。